こんにちは、ちえです。今回はエポキシ樹脂という液状のレジンを購入したので、レジンを使って小物を作ってみます。今回購入したのがこんな感じの液状のレジンですね。これ1個5リットルあるんですけど、全部で20リットル購入しました。まあ、ただこれまで扱ったことがなくてうまく扱えるかわかんないので、今回は本当に小さいものでトライしていくんですけど、こちらのシリコンモールドを合わせて用意したので、まあコースター的なものですかね、を試しに樹脂で作ってみます。今回用意した材料はこんな感じです。まず一番右側、こちらがレジン、2種類のレジンを混ぜて固めるタイプです。レジンを測るための測りと紙コップ、これは筆ですね。100均で売ってた、なんかキラキラ。あと液状の染色料ですね。この辺がレジンに混ぜて色をつけるというかキラキラにするやつで、これはなんかもうこれもレジン用着色剤って書いてあります。こちらがレジンに同じように色をつけたりキラキラさせるためのやつで、こちらがシリコンモールド。はい、では今回はこれを使って作っていきます。今こちらの紙コップに水を入れてこのシリコンモールドに流してみたんですけど、この紙コップ2杯分でちょっと余るかなっていう感じの量が必要そうだったので、 400g レジンを作っていきます。失敗して予定より 10g 多くなっちゃったんですけど、まあでもこれで混ぜていきます。もういいかな、いいでしょう、こんな感じです。この小さい紙コップに取り分けて色を作っていきます。どれくらいずつ使うかとかも全然わかんないから、美味しそうでほんと怖い。発酵してやっぱりよく使いそうな白をまず作っていこうと思います。こちらの NR クリアカラーホワイトってやつを入れていきます。分かりにくいんですけど、こんな感じの乳白色になりました。でゴールドはパウダーを2種類買ったのと、これもゴールドです。適当に小さじ入れてみたんですけど、こんな感じになってます。あとせっかくだからもう1種類も入れてみようか。さっきのよりこっちの方が粒が大きめですね。こんな感じですごい綺麗じゃないですか。めちゃめちゃ綺麗な粒ができました。はい、じゃあ今度はこちらの NR クリアカラー4色セットを使ってみます。ちょっと乳白色チックなピンクができました。乳白色じゃなくてクリアのピンクの方が良かったかな。結構色が薄付きだったことが分かったので、今度はちょっとこんな感じの濃い色で作ってみます。結構濃いめの色が出来上がりました。これ緑なので緑のクリアを作ってみます。青5滴と黄色10滴入れました。こんな感じで綺麗なクリアができました。もうちょっと暗い色にしたいので黒のラメを混ぜてみます。さっきの微妙だったんですけど、これ結構綺麗じゃないですか。なんかいいか、それっぽくなった気がする。ちょっと固まるのが楽しみです。こんな感じになりました。多分時間が経つともうちょっと混ざってくるのかなと思うんですけど、様子を見ようと思います。
やばい粉を入れたやつはこんな感じになりました。壁のね反射が強くてどんな感じかわからないと思うので、24時間後以降になると思うんですけど外していきます。それでは24時間が経過したので開けていきます。なんか昨日とそんなに変わってないかなって感じなんですけど、ちょっと柄が薄くなったかなっていう印象ですね。あ、まだね完全には固まってない。ちょっとわかるかな、ちょっとたわみます。で、裏側なんですけどこんな感じになりました。ラメが沈殿して正直あんまり綺麗じゃないですね。じゃあ次、あーこれもね、表はこっちですね。裏面はこんな感じ、まあ綺麗っちゃ綺麗なんですけど完全にラメであんまり柄が出てないっていう感じですね。こんな感じ。はい、じゃこちらはじゃん、これね裏の方が綺麗かもしれない。こっち側はあんまり色の差がないものを入れたせいかそんなにグラデーションが出てなくて裏側の方がくっきりしてて綺麗です。はい、じゃあ次こちらです。裏面はこんな感じ。これもねこっちの方が綺麗かも。てかここまでラメが沈殿すると思わなかったです。こちらです。裏面はこんな感じになりました。これもこっちの方が綺麗ですね。だから多分このスタイルで行くんだったらこの上の面がそのまま上っていうのがこの4つに縁をゴールドで仕上げていこうと思います。今度はボトルに入ってるタイプのやつを使ってみようと思います。これだと永遠と入れても縁を塗るようなゴールドにはならなそうなのでやっぱりパウダー混ぜていきます。直接見ると結構ゴールドなんですけどここに流してみるとこの縁をゴールドにするには色の出方が足りないかなっていう感じなんですけど、ただこれ以上入れても重宝しなかったりすると嫌だなと思うので、まあ、もし色足りなかったらホイールでつけていくと思います。なんかサラサラなので気泡が入りにくいのはいいんですけどちょっとね流れが良すぎてラメがほんと沈殿しちゃうのはちょっとマイナスですね。すごいね、サイドの色が綺麗だからやっぱりこれはこのままでいきます。ロシアのヤバい粉を入れただけのことはありますね。超綺麗じゃないですか。はい、では昨日作業してからだいたい24時間が経過したので作品を紹介していきます。まずはこちらの縁にゴールドをつけたものです。液がかなりサラサラなので結構ドロドロになってから塗っても固まるの待ちの間に結構下に溜まっちゃったのでゴールドは下のラインだけになっちゃったんですけど、まあでも綺麗だからいいかなっていう感じです。こんな感じ、すごい表面ツルツルですね。他のもこんな感じですごい綺麗に出来上がってます。でこれは側面がすごい綺麗だったのでゴールドは塗らなかったんですけど、こんな感じ。昨日ついだこちらを剥がしていきます。もうだいたい24時間経ったんですけど若干こうやってやるとまだたわむなっていう感じなので完全な硬化には24時間以上かかるのかなっていう感じです。まあ、まずこちらこの感じでサラサラの状態の時点でゴールドを入れると全然洗浄にはならなかったので結構固まってから流してみました。これも同じですね。ビヤーってサラサラなので広がってしまって後からこんな感じでなんか金継ぎみたいな感じをイメージして洗浄に垂らしてみたんですけど、まあデザイン的にいいかどうかは別として固まってから入れると広がらないっていうことが分かりました。これも同じですね。3種類の白を入れたんですけどど
動画だともちろん肉眼で見ても正直あんまり違いがわからないので、白同士でニュアンスを出す場合は結構違う白じゃないと差が出ないのかなっていう感じの印象を受けましたね。塩梅が結構難しいかなっていう感じなので、もうちょっと研究が必要そうな感じです。でも初めてにしては結構それっぽいのができたんじゃないかなと思うので、もっと大きいものにチャレンジしていきたいなと思っています。というわけで本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。